東光義&ザ・スウィンギング・バッパーズは日本のジャンプブルースバンド。1979年秋、早稲田大学理工学部の音楽サークル、ロッククライミングに所属していた東光義が当時交流のあったモダンジャズ研究会のメンバーと共に卒業記念の思い出作りとしてビッグバンドのコンサートを企画したのが始まり、大学卒業と同時に解散の予定だったが、あまりの楽しさに味をしめ9ヶ月後に再結成。以後不定期に活動を行うことになる。1983年、デビュー作、スウィングバック・ウィズ・ザ・スウィンギン・バッパーズをリリース。収録曲は、全曲英語による、ブルース、ジャズのカバー曲だった。収録曲の一曲、キャブ・キャロウェイのケッパ・サーチーカは日本語の歌詞でもレコーディングされ、おいこらお嬢ちゃんのタイトルでシングル版としてリリースされた。1988年2枚目となるヘップキャッツジャンプアゲインをリリースするが、このアルバムから極楽パパ、ゴミの日来るまでなど独特のユーモアに溢れた日本語によるオリジナル曲が登場するようになった。またアルトサックスの渡辺康三がこのアルバムでボーカルデビューを果たしている。このアルバムのレコーディングの後ピアニストの堀江幸之助が脱退。後任としてローラーコースターのピアニスト早崎至生が加入した。1991年大手のビクターへ移籍し3枚目ストンピン&バウンシンをリリースした。前作よりさらに日本語の曲が増え10曲中8曲が日本語で歌われている。最後に収録された本じゃねは脱退した堀江幸之助に捧げられている。ビクターへの移籍後もマイペースで活動し続け、ライブ活動は年に4回くらいと非常に少ないままであった。そして次のアルバムの完成までには11年という歳月が流れた。2002年、久々の新作、スキシーン&ブローインをリリース。やっぱり肉を食おう、刈り上げママなど収録曲の多くは、アルバムのリリース以前にライブでの定番レパートリーとなっていたものである。前者はクジラもどんどん捕まえちゃおうという歌詞にビクターからクレームがつき、ついでにお前も食っちゃおうと変更されてレコーディングされている。このアルバムのリリース後、ライブ活動の頻度も上がり、地方公演も以前より多く組まれるようになった。2006年通算5枚目となるセブン&バイディケードをリリースする。このタイトルは結成後27年目という意味である。このアルバムにはライブで演奏されていて収録が期待されていた数曲の収録が見送られている。中でもカウントベーシー楽団のリド・ユーシー、ジャッキー・ロビンソン・ヒット・ザット・ボールに大相撲の取り組みの歌詞を載せた土地あずまの取り組み三鷹はライブでも盛り上がる報復絶倒の内容だが、原曲の権利者から使用に関する返事がなかったために収録ができなかった2007年、バンドのディレクターを務めていた湯川修央がビクターを定年退職。バンドもビクターから湯川が新たに立ち上げたホットリバーレコーズへ移籍。同年9月22日、23日とウグイス谷の東京キネマクラブで単独ライブを決行。これはバンド史上初の2日間連続公演だった。この時の模様はレコーディングされ、2009年1月、ライブ CD、スウェティン、ボールルーム、ジャンピン、AT ザクックバレーとして、また、同年6月には、ライブ DVD、ステージ&爆動、ジャンピン、AT ザクックバレーとしてそれぞれリリースされている。2009年には、結成30周年を迎え、東名阪クアトロツアーを敢行。アナログ版7インチ完全生産限定版、両 B 面、サイド B1、ビッグバグブギー、サイド BB1、ご機嫌メモリ。ありがとうございます。